んこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は先日発売された、ライゼン7 5700X を、どの空冷クーラーが適応なのか調べてみました。ああ、この前は水冷だったしね。結論、ディテールクーラーで十分。は、なんでいきなり結論言ってんのよ。いやだって TDP65W ですよ。ディテールクーラーで十分じゃないすか。いやまあそうなんだろうけど。ただ、Precision Boost Overdrive 2を使った際に、ディテールクーラーでも使えるのか、はたまた他の空冷クーラーが適切なのか見ていきたいと思います。なるほど。もしこの動画が参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編行ってみましょう。ということで今回使用する空冷クーラーのご紹介です。まずはライゼン7 3000番台とかに入っているディテールクーラー、レースプリズムと、コスパといえばこのクーラー、虎鉄マーク2と、6000円台の人気 CPU クーラー、エース500プラスと、空冷最強クーラー、アサシン3の4つで比較していこうかと思います。ディテールクーラー、3000円台、6000円台、空冷最強、値段と性能で良い比較になりそうね。果たしてどんな結果となるのか、各クーラーの詳細は、また後ほど説明いたします。それでは続いて CPU のご紹介です。今回は4月15日に発売した、Ryzen 7 5700X となります。アーキテクチャは Zen 3で、製造プロセスは7ナノメートル、8コア16スレッドで、クロックが 3.4GHz から 4.6GHz になります。そして何より重要なのがこちらですね。TDP65W というところです。TDP65W ってそんなにすごいの？最近のタコア CPU は TDP が 100W を超えるものが多いので、40W 以上下がっているのはすごいですね。その分、発熱量も少ないので、ディテールクーラーでも十分な部分もあります。今回の検証方法ですが、まず検証機はこちらになります。今回はこれをベースに、CPU クーラーを4種類変更しながらやっていきます。続いてグリスについてですが、このような状態から、こんな感じでマスキングテープを貼って、使用するグリスは SMZ01 を使用していこうと思います。で、大事なのは塗り方なんですが、こんな感じでグリスを均一に伸ばしていって、マスキングテープを外して、こんな感じで塗布していこうと思います。精密機械ではないので多少の量の違いは許してください。そして検証については、今回はシネベンチ R23 だけをやっていこうかと思います。え、シネベンチだけ？はい、シネベンチでマルチ、シングル、マルチ10分間、これらを計測して温度等を計測していこうかなと思います。ゲーム性能は？すみません、シネベンチだけでいっぱいいっぱいでした。まあ結構 5700X の動画を出してる人が、ゲーム検証もしてたのでそちらを参考にしてください。何その他人頼み？では検証行ってみましょう。シュララ。ではまず一つ目、ディテールクーラーことレースプリズムになります。このレースプリズムは、第2世代と第3世代ライゼン7とライゼン9に付属されているものとなります。私はこれをハードオフで1100円で購入してきました。こちらのクーラーは、縦が 12.7cm×横が 11.2cm×高さが 10.2cm の、立方体に近い形のトップフロー型のクーラーとなります。同コアベース付きアルミニウムヒートシンクなんですが、CPU との接触部分が直接接触ヒートパイプ型なんですよね。こちらは台座があるものと比べると冷え方がいまいちみたいなので、その辺も見ていこうかなと思います。それでは早速起動させてみましょう。スイッチオン。はい、こちらはディテールクーラーでも RGB で光るんですよね。光るディテールクーラーってのもいいわね。ということでシネベンチ R23 を回していきましょう。この映像は左が PBO にオフ、右側が PBO にオンの状態の映像となります。結果はこちら。マルチが 12,256 ポイント、10分間で 12,724 ポイント、シングル 1,528 ポイント。温度はアイドル時が33度で最高が 57.4 度と 57.5 度となりました。このぐらいの温度であればリテールクーラーでの活用は問題なさそうですね。では続いてプレシジョンブーストオーバードライブ2を使った時の結果も出してみましょう。スコアはマルチが 15,000 ちょっと、シングルはほとんど変わらず、最高温度は 85.1 度と 86.3 度まで上がりました。30度近くも上がるってすごいわね。まあ85度ぐらいだったら常用しても問題はなさそうですが、さすがにちょっと気になるところもありますよね。では続いてのクーラーも試してみましょう。
はい、続いては、みんな大好き。虎鉄マーク2になります。こちらはファンを含めて、縦13センチ、横 8.3 センチ、高さ 15.4 センチ、重さ 645g になります。6mm 径ヒートパイプが4本搭載されており、サイドフロー型の CPU クーラーとなります。こちらは今はもう新品では置いてないとは思いますが、当時3000円ぐらいで販売されていた、コスパ最強の CPU クーラーでした。はい、こちらも回してみました。先ほどと同様に左が PBO にオフ、右が PBO にオンになります。さっきもそうだったけど、PBO にの方がやっぱり早いわね。まあクロックが上がってますからね。では結果ですが、まず PBO にオフの方ですが、マルチが 13,023 ポイントと 12,723 ポイント、シングルが 1,526 ポイントで最高温度が 52.9 度でした。続いて PBO にオンの方は、マルチが 15,266 ポイントと 14,930 ポイント、シングルが 1,533 ポイントで、最高温度が 80.4 度と 84.5 度となりました。こちらも常用するには問題ありませんが、やはりまだ80度を超えてくるような感じですね。では3つ目も行ってみましょう。シュララ。続いては AS500 プラスになります。こちらは大きさが 142×102×164mm となっております。シングルタワー型で 140mm のファンが2つ付いた CPU クーラーとなるんですが、かなりスリムでいろんなケースにも合う CPU クーラーですね。こちらはヒートパイプが5本付いており、接触部分は同性基板が付いております。それではこちらも見ていきましょう。さてどんな結果となったのか。マルチが 13,287 ポイントと 13,135 ポイントでシングルが 1,525 ポイント。最高温度が 47.5 度と 48.2 度になりました。さすがアサシン。続いて PBO にオンの結果ですが、マルチが 15,390 ポイントと 15,363 ポイント、シングル 1,530 ポイント、最高温度が 69.8 度と 71.1 度となりました。先ほどまでと比べると PBO にオフでもオンでもかなり冷えてるようです。ライゼンは冷えるとクロックが上がる仕様なんですが、先ほどまではオフで 3.88GHz、オンでも 4.49GHz だったのが、今回は 3.95GHz と 4.56GHz まで上がってました。おお、やはりクーラーって大事なのね。はい、では最後のクーラー行ってみましょう。最後はクーレイ最強と呼ばれたこちらのクーラー、アサシン3になります。こちらのクーラーは、161×140×165mm でクーレイクーラーでもかなり大きい部類のものです。メモリによっては前面ファンを少し上げないとつけられないのが惜しいですが、その分2つのヒートシンクで、かなりの冷却性を備えたクーラーとなります。またこのクーラーは TDP250W まで対応しているので、割とどんな CPU でもいける感じですね。ヒートパイプも7本となっております。では最後のシネベンチをやっていきましょう。結果はこちら。PBO にオフのマルチが 13,073 ポイントと 12,879 ポイント、シングルが 1,520 ポイント、最高温度が 47.4 度と 48.6 度でした。続いて PBO にオンの方は、マルチが 15,429 ポイントと 5,180 ポイント、シングルが 1,531 ポイント、最高温度が 71.6 度と 72.6 度となりました。ということで、すべての計測が終了となりました。もう最初のやつなんて覚えてないわよ。では最後まとめといきましょう。シュララララ。はい、ということですべての検証をしてきました。最終的なまとめはこんな感じになりました。良かったものは黄色で塗りつぶし、悪かったものは赤字にしてみました。こう見ると、AS500 プラスがかなり高成績だった気がします。確かにアサシン3よりもかなりいいわね。まあ大差ではないんですが、これも一つの参考資料として見ていただければと思います。ただ一番最初にも言ったんですが、リテールクーラーでも十分に使用することは可能です。今回この4つのクーラーの中では成績は悪かったですが、通常利用する分には問題は全然ありません。まあ確かにそうね。ということで、私の中での結論はこんな感じ。ライゼン 7500X に適したクーレイクーラーは、リテールクーラーでも十分に使える。リテールクーラーから変えたい場合は AS500 プラス同等かそれ以上のものなら PBO2 でも安心。そんな感じですかね。あくまで私がやった感想なので、異論は認めます。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。